おはもーにーん。どんよりとした空気が漂う深い海のような真夜中のネットサーフィンで、一筋の希望の光を見つけ出してしまった、てんやのクラフトビール導入。しかも2種類飲み比べできて、天ぷら4品ついて1000円って、水族館で泳いでる目玉飛び出た深海魚みたいに私も目玉が飛び出しそうになった。じゃあなぜ今てんやで通常の生を飲んでいるかって、機械はあるけどまだ使えないんだってよ。順次導入なんて書いてなかったのにと涙しながら完全に天ぷらとビールの口になっていたので、ここで引き返すわけにもいかない。夏の天ぷら生ビールセット、ビールは最初でお願いします。夏の天ぷら生ビールセット、富山のホタルイカにベイナス、大分のヒラマサが乗った豪華なちょい飲み皿だ。シーズンごとに中身が違うお新香はお通し感覚でいただいていく。まずはホタルイカ、黄金の衣に身をまとい油の海を泳いだホタルイカ、おいしい。小さいながらも弾力があり存在感は抜群だ。こんなサイズでありながらも天ぷらにする際は爆発することがあるんだとか。水を体内に蓄え最後の油でできた死の海を泳がされる際の最後の抵抗なのだろう。小さいからといって舐めたらあかん。ヒラマサは白身の部分がふわふわで、アジ同様小物がたくさんあるけど許せる。日本の夏を天丼に乗っけてみませんかと大きな赤文字で書かれているからか、このビールにも夏を意識してしまい唐突に夏が恋しくなる。そりゃそうだ。少し遅めの梅雨が来て全てがジメジメしている。今にも低気圧に押しつぶされそうだから、酒の力で押し返すしかない。ナスの天ぷらは好物なので、ベーナスはどのような違いがあるのか楽しみ。普通のナスと味の違いは全くわからない。しかしハムカツのように平たく丸みを帯びているので、サイズの差なのだろうか、お米に何か由来があるのかなと思ったんですけど、そっちではなくアメリカのベイの意味だそうです。アメリカって野菜すらもビッグサイズなんだなと感心。生一つとモッツァレラも、まさに天ぷら二つとかぼちゃ一つ、以上で。以上で、はい。監修。降る雨よりも多くのビールを胃に降らせて雨を乗っ取りたい。髪が一瞬で崩れるの本当にやめてほしい梅雨。お通しのおかわりをしていく。大好きな天ぷらが来るまでおしんこつまみにビールを飲んで待つ。モッツァレラ天ぷらはメニューから排除されてなくなってしまったのかと愕然としたけど、聞いたら用意できるらしい。裏メニュー的な何かになってしまったんですかね。これこそ天屋で一番うまい天ぷらだと思ってる。あれなんか数が多いっすね。多分モッツァレラは2つにつき2つついてくるのを、私は知らずに2個食べたいがゆえに2つお願いしますって言ったら合計4個来たっていうことが起こっているんですよ。つまり気を取り直し、チーズ店にはもう塩をかけるに尽きる。カリカリとした衣を貫通する音、そして揚げたてなので伸びるチーズ。美味しいのアポカリプス。これ本当に美味しいんですよ。もう本当に食べてほしい。そしてこれがビールに合うんじゃ。揚げ物とビールの組み合わせはただでさえ最高なんだけど、チーズってのがまたたまらないんさ。てんやで最もジャンクになれる瞬間。ああ、私また体に悪いことをしているなーという、この背徳感がドーパミンを放ち咀嚼した瞬間にエクスタシーを感じることができるんです。なぜ背徳感はこんなにも美味しさを増幅させるのか。人の不幸せでご飯3合食べられるとドス黒く妖怪のような笑みを浮かべたクラスメイトの言葉が蘇る。かぼちゃに甘いタレをかけて食べよう。おじい。もう何回かぼちゃの天ぷらを食べたかわからない。数えきれないほど食べているけど、ビビデバビデブーなかぼちゃの場所はやってこないまま、シンデレラにはなれずコンプレックスと化していきそうだ。あーでもビールな彼氏がそばにいるんでした。これだけで十分幸せなんだ。身近な幸せを見落としていたら、いつまでも幸せに気づかないまま渇望して飢えていく未来になってしまう。ただでお新香が食えることも幸せなんだ。店員さんがおかわりくれた。少し恥ずかしい。今日も一日お疲れ様セットを食べたかったけど、チーズでお腹がいっぱいになってしまった。さすがにイカとエビ、レンコンとインゲンはきつい。また次回にします。今はさっぱりとしたものが食べたい気分なんです。生ビールと広島のと、あと冷ややっこ一つ。夏バテ晩酌セット、冷ややっこにビールと広島な。もう家では飲まないからと言い聞かせビールを頼んでしまった。醤油をかけたらいい香り。さっぱりとしているのでお腹いっぱいでもつるんと喉をすり抜ける。酒には何かをつい合わせたくなってしまう悪い癖。この広島菜っていうのが想像以上に美味しかったんだよ。すごくさっぱりとしていて、青じそ風味がパーッと口の中を晴らす。日本の三大漬け菜の一つとして知られているという情報も初めて知りました。ちょっとつまむだけでも味が濃いので、ビールのいいつまみになるんです。陶酔するようなうまい天ぷらと酒が立て続けに出てくるので、聖火ランナーになった気分でちょい飲みロードを走り続けています。昔に戻りたいスイッチが入ってしまっています。
でもこう見えてこの後ちゃんと動画作ったんやで。やるときはやる、飲むときは飲む、サボるときはサボる、坂村です。そろそろ閉めて帰りましょうか。月経感、家ではなかなか飲まないけど外では飲みたくなる日本酒、そしてそばで綺麗にゴールを決める。ネギ吹雪を咲かせたら、おっと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 、まあ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 、おっと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 、ずるぽずるぽずるぽ、おいしい。締めにはふさわしい。そば粉のいい香りと日本酒の米の少し甘い香りがふわりと広がり、ハッピーエンドを見せてくれる。目がガン決まっていて怖いけど、開いた瞳孔にはハッピーエンドが映し出されているのだ。この時間が終わってしまったら明日からどうやって梅雨を乗り越えていけばいいのか、そんな寂しさも感じているのだろう。そんな私の生きがいに日暮らしの泣く頃に疎通が加わったことで延命できそうです。おっと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 、酒を注ぐとき日本人が必ず言わなければいけない言葉だとラーメンズが言っていた。味噌汁で気持ちリセットさん。この日は前向きに梅雨を笑って乗り越えようと早く寝て目覚ましもかけたのに、次の日起きたら昼過ぎで気持ちは一転、憂鬱な雨の色に染まりました。2点3点変わる心変わり。外に綺麗に咲く紫陽花が色を変えていくように心の色もピンクから紫へ青へ移り変わる。ちなみに紫陽花の花言葉には移り気、浮気、無情などの意味があるらしいです。同時にビールな彼氏に黙って日本酒を飲む私の先彼氏に対する恋の揺らぎのようにも思えた。家に帰ってみると巨大な猫がソファーを陣取って寝ていますね。なんか寝相はすごいんですよ。これ何、化け物ですかみたいな寝方してますよね。と思いきやちょっとね、寝返りを打って可愛い寝顔になりました。寝ているけど一応なんか名前を呼ばれると反応はするみたいですね。うん、可愛い。最近ちょっとね、思ってるのは鮭の鼻クソ問題ですね。なんか鼻クソがすごい溜まっていて、それをどうやって取ってあげればいいのかなって、綿棒を掲げるけど綿棒にめっちゃ噛みついてきて、難しいんすよ。そんなところです。でも気づいちゃったんですよ。シャッケが寝ているのっていつでも私のそばだということに気づいてしまって、今もね、扉のところで寝てるんですけど、例えば私が部屋を移動したらそこで寝てるんですよ。可愛くないですか。でも最近はやっぱり妹が好きみたいで、ずっと妹のね、近くでお昼寝していることが多いですね。これが兄弟愛か。ただまだシャッケが巨大すぎるので、なかなかずっとね、二人を野放しにすることができないんですよ。どうやってこの巨大猫と子猫を力加減が釣り合うように調整していくのかが難しいところなので、経験者にはぜひアドバイスを求めたいところです。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。てんやのクラフトビール飲み比べセットね、1000円のやつ、あれもほんとリベンジ行きたい。ちょっともう短期間でもう一回てんややるっていうのもどうかなと思うんですけど、悔しくて悔しくて仕方ないのでリベンジ行きたいと思ってます。ほんじゃバイバイ。